えっとあのパフォーマンスの後にトークをするのは非常に心苦しいんですがい、えー、い話をしたいなと思ってます今日僕広島から来たんですけどうっかりあの関西外国語大学に新幹線で向かっていたところですね先ほどあのスピーカーの澤田さんが違うよって教えてくれて、えー、無事に今日ここに着くことができました。で 僕は建築の設計事務所やってるんですけど、えー、もののこう考え方みたいなことがすごく好きで、まあ、どんな考え方をしてるかみたいなことを少し皆さんにお話しできたらなと思ってます。で僕昔、まあ、高校時代とか社会人になってもずっとバスケットボールやってたんですけどあんまりこう背が高い方じゃなくてで背が高くない選手っていうのは大体このスリーポイントラインっていうのがこうあるんですけどここからこうシュート狙うんですね。 でまあ、2点のところを3点取るっていうのが、まあ、一般的なこうバスケットのルールなんですけどで監督に言われてそこのラインからもあの機械のように入るぐらい練習しろって言われてたので毎日2三百3 0 0本ぐらいこう練習後にシュート打って、まあ、家に帰るみたいなことをやっているうちに機械に慣れた瞬間があってですねもう本当に目をつむっても入るようなぐらい練習したんですねで。いざ練習して試合に挑むと まあこの辺からこうシュート打とうと思うとうう思邪魔が入るんですよでいつも通りのこうシュートが打てなくてでんでだろうってよくよくこう考えてみたらこのスリーポイントラインって実は今からシュート打ちますよっていうなんかラインなんだなっていうことにある時気づいて、まあ、結局のところ練習してもしても邪魔が入るからまあなんかここでシュート打つこと自体が違うんじゃないかなって思うようになったんですね。でそれ以来何やっったかっていうと,これ、まあちょっと 1, 1メートルぐらいい離れたととこにに自分でなんとなんく線を心の中に引いてそこからこう練習を始めたんですねでそうすると、まあ、バスケットボールからはかなり距離が遠くなってしまうんですけどでも試合になった時にいつ自分がシュートを打つかっていうことが誰にも分からないラインがまあ自分の中にだけあるのであのかなりまあ練習の時と同じようにまあシュートが打てるっていうことを、まあ、このラインを見つけたことによってまあ僕は得ました。で 一般的にはやっぱりゴールから離れるっていうのは不利だっていうふうに考えがちなんですけどでも1メートル離れたたこととにによっっってて僕はすすごく世界が広が広んですねで。実際それってまあ仕事を始めてみても誰かと比べて劣っていることとかって往々にしてあるんですけどでもほんのちょっとこの時と同じように 1m ぐらい離れて少し今の現状を見てみたらどうかなっていうふうにいつも考えてます。 でまあいろいろそうやって考えることが好きでで世の中のことをまあよくよく観察してみて一つのことに気づきましたでそれはえっ、ー、と世の中って名前が支配してるんだなっていうことをなんか気づいたんですねでまあどういうことかっていうとまあ僕はいつもこうものの名前をまあ取ることを最初にやりますで例えばまあこういうコップみたいなものがあるとしてコップっていう名前をこう取ってみるんですねそうするとまあ原始人のように例えばこの よくわからないものにこう出会ったときに、まあこれって何に使える使うものなんだろうみたいなことが考えれると思うんですよ。で例えばこれで言うならばここにこう魚を入れた瞬間、なんかこれってコップではなくて水槽っていう名前がつくと思いますし、あるいはここにこう花をこう入れた瞬間、実はこれって花瓶になるんですよね。でもコップっていう名前がついているうちはほとんど飲み物を飲む道具にしか使われていなくて。 なんか名前を取った瞬間こう機能が増えていくんだなっていうようなことを気づきました、まあ他にもまあいろんな鉛筆立てもあるかもしれないしなんかこう楽器になったりだとか照明のシェードになったりもしかしたら電話になったりすることもあるのかなみたいなことがあるでしょうしなんか名前をを取っっったたここととによてて機能が拡張されるっていうことを見つけましたであと逆に名前つけちゃうっていうのもあるんだなと思ってなんかポストがないとしても玄関先にこう段ボール箱をなんとなく置いてポストって名前書くと 郵便物入り始めると思うんですよねなんかつまりこうやってものの名前があることによって人はそれをどう使うのかっていうことがなんとなくこうガイドが引かれてるんだなっていうことを気づいたのでまあ僕は名前をこう取ったり付けたりすることで機能を与えたり機能を外したりすることで物にこに向き合うようなことを日々やってますま。あ他にもこう世の中をこう見てみるとこんな感じですね。これって何かこうみんなこうパソコン持ってこう仕事してるんですけどこれ誰がどう見てもカフェなんですけど。 でもこれみんなが仕事してるんだったらオフィスって呼んでもいいと思うんですよね。でも世の中にこんなオフィスがないってすごい不思議だなと思って、何がオフィスを決定づけてるのかってことがすごく大事で、なんかついついこうオフィスを作るっていうとありきたりなオフィスが世の中にあるんですけど、どの瞬間オフィスになるのかってことを見つけるのがまあ僕らの仕事かなと思っています。あとはこれも美容院ですよね。なんか美容院をじゃあ設計してくれって言われるとついついこう鏡から始めちゃうんですけど。 鏡がなくても美容院まであできるんだなみたいなことが分かったりだとか、まあ、そうやってこう何が決定づけるのかみたいなことを、まあ、僕はシンクっていう名前で月に一度こう事務所にゲストを招いてトークをしていただいてそれを発見してます。でこんな空っぽの40坪の空間をこう持ってるんですけど、まあ、こう発泡白いのを切り出された箱を置いてこの辺にゲストが来てあとなんとなくこの辺ホストがたくさん座ると、まあ、今日の会場と同じような場所になりますし。 まあ,ある時は作品をこう展示した日はギャラリーという名前がこの空間につきましたし為末大さんが来たときにはなんか陸上のメダルを取った時の映像を流すとなんかスタジアムみたいな空気が漂ったんですけど本当はスタジアムみたいな空気の写真が、えー、見てほしいんですけど撮り忘れてスイカ割りの写真しかなかったのでスイカ割りの写真あとはアジカンの後藤さんに来てもらって歌を歌ってもらった日はライブハウスにこの部屋は名前がつきました。 他には野村ゆりさんというフードディレクターの方が来たときには、えー、みんなで食事を食べて一夜だけのレストランになったり柳家孝六さんが、えー、講座を開いてくれたことによってこの空間は「寄せっていう名前が付きました、まあ、鏡がない美容院もやりたかったので、まあ、鏡がない美容院を試してこれは僕が鏡がないことをいいことにバリカンで切られてる写真ですけど、まあ、そうやって、まあ、何があればやっぱりこう美容院という名前が付くのかライブハウスという名前が付くのかってことを、まあ、日々考えたいなと思ってます でまあ、星座っていうのはこれ僕の趣味で、まあ、夜、えー、お酒を飲みながらなんか雑誌を見ながらパソコンで仕事をしているのか遊んでるのかわからない時に、まあ、いろんな変な画像を集めるんですけど名前取るととここんなが生ままれすよね他にも名前取るとこんなふ、ね、うな風にキャンドルスタンド作れるんだなとかあ水着っていうのはもしかしたら日焼けをしない場所を作ってるのか日焼けをデザインしてるっていう逆説的な意味を持っているのかなっていうふうに考えてみたり。 なんかこんな色とりどりの野菜や果物をこう見るとあのもしかすると世の中にはたくさん色があふれているのでなんか図書館とかもしかすると洋服屋さんでもなんとなくカテゴリーがこう分かれているんですけど色でカテゴリー分けたら美しい風景が空間に作れるんじゃないかなっていうふうにこの写真から結びつけてみたりだとかこれはなんかホッチキスなのにうっかりこう都市に見えてしまうっていうやっぱり日本人ってこう見立てっていう文化の中で育っているので。 まあ物の価値っていうのはこう表現の仕方によってすごくこうあの受け取る側に違う印象を与えることができるんだなっていうのがこういうアートの作品から読み取れますしこれはアレクサ・ミードっていうアーティストの作品で本物の人間をキャンバスにして油絵描いてるんですけどそうすると油絵っていうのはあの油絵自体は本物なのになんか勝手に偽物っていうふうに見てしまうなんか深層心理みたいなものがここに潜んでるんだなって考えると。 空間を油絵で色を塗ってしまえばそこに置かれたものがリアルとして浮かび上がるので何か新しい空間の作り方が油絵の、えー、技法にあるんじゃないかなだとか、まあ、こんなのもなんか渡りたくなる横断歩道とかいいなとか何かこれ字がないのに字があることよりなんか一番伝えることができるものだなとか。 これもなんか機能がなくなってゴミになる瞬間に新しい機能を与えてあげるとなんかゴミが世の中から減るんだなっていうことが分かったりだとかこれとかもなんかいろんなものがなくなりますよね必要なものがすごい醤油が醤油あが箸にくっついてるって非常に素晴らしいプロダクトだなって思ったりこれいちいち意識しないと分からない時計ってすごいいいですよね。見た瞬間時間時がかかるるははずななののになんいいいちいち意識するっていうのは やっぱものをなんか人よりも違うことを意識してこう見つけるためにはなんか無意識だったものをこう意識化するってことがすごく大事なのでまあこの時計はすごいいいなとかあとはこれもなんかこれもなんかついついあのルールにはまってるんですけどちょっと意識するとこんな新しい発見があるんだなとかまあこれもなんかオフィスチェアって呼んでもいいかなとか。 これとかも最高ですよね <laughs>、うん。曲がれるかどうかは分かんないですけどでもこういう馬鹿げたものを真剣に作るってこういうビーチサンダルをもしみんながこう履いてくれると、まあ、ただの砂浜なのにすごい幸せなこう出来事が起きる砂浜に変わるんじゃないかなと思っていてなんか僕らがやりたいことっていうのはすごく個人的なこう行為が実はこう社会に幸せをもたらすようなことが なんか自分たちの仕事としてやりたいなと思っているので、まあ、こんなことを日々、えー、考えていて星座って言ってますけどすごい意味ない今は何にも役立つか分かんないんですけどでも星座ももともと意味のない星がたくさんあったから、まあ、オリオン座っていうものが生まれたりしてやっぱり意味がないものがないと意味は生まれないと思うので、まあ、できるだけ自分の頭の中に無意味をちりばめるようにしてます。でちょっとプロジェクトの話をすると、えー、これニューヨークの依頼があってですね 大胆な建物がいいっていう、まあ、おせちさんからのこう要望でなんとなく敷地にこういうふうにこう岩がばらまかれてなんとなくゆるりとこう屋根をかけてこの岩の中がこう例えば寝室だったり浴室だったりして岩と岩の間のこの辺がリビングだったりしてなんか自然なのか何かこう建物なのかわからないようなものが作れたらいいなっていうので、まあ、大胆なものを作ってほしいという要望だったのでこれをまあ提案したんですね。 でこれをクライアントに見せたところ大胆なものを作れって言われて大胆なものを提案したんですけど大胆すぎるっていう、まあ、非常に単純な話なんですけど、まあ、これをきっかけに大胆という一つの言葉の中に、まあ、もしかするとそれは色なのか形なのか材料なのか大きさなのか分かんないんですけど大胆の中にも多様性があるってことを、まあ、このプロジェクトをミスったことによって僕は学んだんですね。まあ、一瞬ででになった作品ですねこれは あとはこれは橋をコンペで設計してまあこういうあやとりの原理を使ってですねえこのなんとなく両方川の両脇に重たいコンクリートの公園を作ってそれでこうあやとりのように引っ張ることで非常にこう薄い橋をこう設計したんですね9 0メートルあるのに3 0センチぐらいの薄さで設計できるんですそうするとちょっと揺れちゃうんですけどなんかこう揺れたってことは橋を渡ったっていう記憶が体がこう覚えてくれるので まあ揺れをこううまく設計してですねぎりぎりの揺れを設計することで体に刻むっていうようなことを提案してこれ国際コンペでファイナルに残ったんですけど、まあ、公開プレゼンでこう揺れるって言ったら、えー、審査委員長の方には、えー、問題作だって言われてですね、えー、なんとなく審査委員長が問題作っていうと問題作な空気が漂うじゃないですか、まあ、それでこうあの負けたかどうかはあの審査委員長のせいかどうか分かんないんですけど、まあ、これ負けたプロジェクト。で 日本はダメだと思ったんですよ審査委員長の一言でそんなに空気が変わってしまうようではで海外に目を向けてポーランドで出したんですねで土を掘ってこう作りましょうみたいなで1個の地表面もひだがこうできると面積がふ増えていくので、まあ、太陽の熱がたくさん蓄えれるような仕組みに変わるので、まあ、積極的に熱を、えー、自然から受け取りながら、えー、建物が地表面にあまり出てこないような設計にするっていうものを出して、まあ、なんとなくこう下に博物館があって上に公園があるっていう。 なんか公園って目的なく来るんですけど博物館って目的がないと来ないのでなんか目的なく来た場所に目的が生まれるようなそういう関係性を作るっていうことでこう、まあ、提案をして、まあ、なかなかいい案だからこれいつ二次審査に進むのかなと思ったらですねある日、まあ、A0 っていう結構大きいパネルなんですけどそのパネルが事務所にこう返ってきてですねでそこに貼ってある紙を見たら事務局の人が受け取りに来ないから返します、まあ、要は不在表があったのに取りに来なかったから返すって言われて。 国内はダメだと思って海外に出したのに海外はまあ全く審査のところにたどり着けなかったっていう悲しいエピソードがあるまあこれ残念なプロジェクトなんですね。あとはですねえこれ東急ハンズえとのコンペにこれ呼ばれてえ何が東急ハンズを決定づけてるんだろうっていうことをいろいろ探してみたらなんか緑と白が東急ハンズ決定づけてるんじゃないかと思ったんですね。でまあ東急ハンズっていうのは道具のお店なのでまあ空間を道具にしましょうっていう提案をしたんですよ。 で例えばこういう柱がこう方眼紙になってたりするとなんか紙の大きさが測れたり材料の長さが測れたりだとかあるいはこう柱の周りがどっちに行けば何があるってことが分かったりこういう矢印は必ずレジに行きますよっていうような計画をすれば、まあ、白と緑のペンキだけで東急ハンズの地図を描くような空間自体が2色のペンキで作れるっていうようなことを提案したら、まあ、東急ハンズのこう偉い人たちがもう大絶賛してくれてですね でまあ、プレゼンして1週間後ぐらいにこう返答が来る予定だったんですけどもうプレゼンの段階でもうこれしかないだろうっていうような、まあ、こコメントをいろいろだいたんですけど、まあ、1週間後に電話をもらったら「えー、お断りさせていただきます」って言われてですねで、まあ、理由を聞いたらこうこれ姫路のプロジェクトだったんですけどあの渋谷でやりたかったって言われたんですよね。 でそんな理由で、まあ、手よく断られてあんまり外で見せちゃダメな、えー、プロジェクトなんですけどなんか悔しいからどんどん見せることにしてます <laughs> あとはこれは広島県の宮島というところで展望台を作るコンペがありまして、えー、ま三線という山があるんですねでそこに、えー、山の上に展望台を作るっていうコンペで、まあ、現地にこう僕ら調査に必ず行くんですよで現地に行ったらこんな風景が広がってたんですねでつまり何が言いたいかっていうともう展望できてたんですよ でもう展望できているところに展望台を作るという素晴らしいプロジェクトなんですけどあの、まあ、かといって作らない方がいいよって提案しても勝てないじゃないですか。で「洋項の中には和風な建物にしなさい」って書かれてたんですけど、まあ、僕は非常にこう性格がいいので和風よりはまあここに建物がない方が調和するんじゃないかっていう、まあ、勝手な提案を思いついてですね小学生のようにてあの透明な展望台を作ればいいんだなと思ったんですよ。で透明な展望台をどううやってて作るかいいいろろ考えていくうちに 透明っていう言葉の意味をまあいろいろ考えていく中で一つの答えにたどり着いたんですね。それはこれですね。なんかこう透明な水があって、なんか川底に魚が泳いでて石も見えると透明で綺麗な水だあの川だって皆さんお話しすると思うんですけど、想像してみてもらったらいいんですけど、川に水がなくなったのを想像してみてください。そうすると絶対誰も透明って言わないんですよ。透明って実はこう何もないことを意味する言葉のようで。 ここで言うならば、水があることを意味していて、あ、透明っていうのは、なんか、実はあるってことなんだなっていうことに気づいて。まあ、何かが透けて見える透明感があるときに、初めて透明っていうことを使えるんだなっていうふうに気づいて。まあ、こんなものを提案しました。ここにあるものが展望台ですね。これぼんやりしてるんですけど。なんとなく、こう近づいていくとですね。なんとなく建物になってきて、もっと近づいていくと柱と梁があって。僕もなんか、ずっとコンペ負け続けてるんで。 いつもこうあの逆らってばかりいたんですけどこの時はなんとなく和風の組み方にしておいた方がいいかなっていう要項に書いてあるのをちょっとだけ組み取ったんですけどえ負けました <laughs>、うん、でまあ材料はこんなメッシュを使っていてここ僕左手にこう持っているんですけど人間の目のピントが合いにくいのでその原理を利用しながら建物が遠くに行くとかすむっていうような、まあ、そんなものを提案したプロジェクトです。あととそれがずっっっ負けけてて悔しかったんですけど最近になって 本当にこう透明感のある家が欲しいっていう依頼がうまく来てですね、えー、今こんな、えー、透明感のある住宅を設計していてこれが今年の秋ぐらいには完成しますかねあとはこれ、えー、と52という静岡に洋服屋さんを作ったんですけどこうオランジュリー美術館が僕すごく好きでモネの絵があるんですけどもともとここは植物園だったのでこう太陽光がこう入っているんですよ。であのアートに自然光を入れるっていうのは基本的にはタブーとされてるんですけど でもモネってて多分太陽ののの下ででこのスイレンの絵を描いてると思うんですよ。そうすると鑑賞者にもモネと同じ視点でこの絵を見てもらうためには自然光の下に置いた方がいいっていうことがきっとこの美術館の意図で,で洋服屋さんを作る時にもなんか外で着る洋服なのに実はこう外で売られてないっていうのが今の洋服屋の現状なのでまあ僕らはこう自然光の空間とまあ人工照明の空間を作ることによって。 えー、なんとなく服のすべてを理解してもらって、まあ、買ってもらうっていうことがふさわしいのかなということでこんなものを作りました。で僕非常にこう計画的に物事をやるのがこう苦手でですね えー、昨日リハーサルに来ないといけなかったのも来てないしプレゼンもさっき控室で準備したばかりで18分っていうのがどれぐらいの時間がわからなかったので本当はプレゼンがいろいろあるんですけど時間が来ちゃったのでこの辺で終わろうと思うので、えー、興味がある方はウェブサイトで見ていただいて、えーまあ、僕が何か伝えたかったっていうと日常の生活の中にすごく面白さがあってなんとなく街を歩くんじゃなくて心の中にこうカメラを持つ感覚なんですけど。 カカメメララをを持つと、と新しいカメラ買うとなんか写真撮りりくなりますよね。その感覚をカメラ持ってなくても自分の中に持っておけば日常の中のふただの風景がなんか新しいものがあるんじゃないかっていう目線を手に入れることによって、まあ、つまらない日常なのか、えー、と間にあふれた日常になるのかっていうのは、えー、生活の仕方で変わってくるとっていうことをまあ皆さんにお伝えできればということで、えー、終わらせていただきます。ありがとうございました。